ヒカキンゲームズ。ようこそ。どうもヒカキンと、本日のゲスト、はじめ社長、そしてセイキンマスオさんです。本日はこちら LINE ゲットリッチというゲームを、はじめ社長とヒカキンとセイキンでやって、マスオさんが、もうすでに今までプレイしてきてるので、教えてもらいながら3人で勝負したいと思います。この3人は、完全に素人です。まだ始めたばっかりです。まあ、このゲームはお金をどれだけ得ていけるかと、で負けは破産というゲームですね。だから誰がこうお金をどんどん増やしていけるかってゲームなんですね。そう、強そうだな。いやいや、僕全然ラッキーばっか出しそうだな下手そうだな違うよでみんなねキャラとかも違うんで、それでは早速始めましょう。ポチそう、僕はねこのヘナーってやつなんですね。いいキャラだよね。いいキャラです。結構ねみんなねいいやつ揃ってるんですよだから結構いい試合になると思うんですけど、で、今回ねマスオさんが教えてくれるんですが、ちょっと特別ルールがあって、はい、実はね特別ルールがありまして、このボードゲームなんですけど、牢屋っていうマスがあるんですよ。はい、外れます。で皆さんそこに入ったらちょっとある罰ゲームをしていただこうと思いまして、用意してまいりました。じゃじゃん。これ3種類ねちょっと罰ゲームがあるんですけど、1つ目、はい、こちらじゃん。これは優しいんだよ、うん、この中にメンバーのモノマネっていうことで、うん、はい、この中にいるメンバーのモノマネ、はい、これ優しいですね、うん、はい、で2つ目がじゃん、こちら一発ギャグ。一発ギャグ、ちょっと考えておいた方がいいかも。これ考えておかないとゲームどんどん進行してっちゃうんで。そう、結構進行早いからね、うん、これ、まあ、牢屋に入んなければいいんだよね。そうです、牢屋に入んなければ、うん、で最後がこちらじゃん。これやばいね。キス顔を披露。これはもうマスオさんが悪意があるかどうか分かるね、これを出すとちゃんとカメラに向けて、もうちゃんと本気なやつちゃんとこれそれミックスしといてね、こうやって、うん、もう自分俺選びトランプのようにね、あ、トランプのようにランダムで出させていただきますんで、はい、はい、というわけで始めていきましょうか。早速、うん、入場日、じゃあこれせっかくなんでファーストということで、ファーストクラス、ファーストクラスで3000、はい、購入確認、ゲームルール先生、個人戦でございます。それでは一発勝負スタート。やべえ、誰勝つんだろうさあどうなるかな。はい、やべ、来た来た来た、右下が私ヒカキン、左下青がセイキン、左上が社長。お、で順番決めですね。順番決め、うん、これでいいのかな。起きた。そしてアイテム、あれ俺からでいいってことね。うん、そう、よーし行こう。セイキンいいアイテム持ってるんですが、まあ、こっからサイコロをやりつつ自分でこう土地を買って、そう、伊豆だね、うん、伊豆。セイキン、セイキンがサリーなんでね。そう、サリーだね。伊豆を買いました。これ誰だ、まあ、セイキンさんサイコロダブルだったんで2回できまーす。来た来た来た、広島コーヒー。イケメンだな、はじめ社長。マーブルかっこいいですよね。かっこいいな、はじめ社長かっこいい。あ、わっ、あー、最初のコーヒー。あー、最初のコーヒー。キス顔を披露。3、2、1。ファンの方々もバーンって倒れたよ。あ、で、ヒカキンがこう進みました。よし、さあ、攻めていくぜ。お、サイコロ攻めていくんだぜ。もう一度10、ゲージインパクション。博覧会、博覧会だ、博覧会。これ、自分の土地の通行料を2倍にする。そうです、博覧会、金がかかるんです。はい、え、もう僕もダメじゃないですか。で、セキーさん、うお、やめ、高いとこ買っとくよ。高いとこ買っとこう。で、スタート地点から高いところの方が購入っていうか通行料も高くなる。スタート地点が遠い方ってことね。そうそうそう。サリーのね、このスケボーが かわいいんだ。それで僕はこれサリーにした。これはちょっとはじめ社長ダメだ、まだ出れないっすよ。ロスですねまだ出れない。9、お、すげえ進んだ。なんだこれ。これ観光地、観光地、法隆寺。法隆寺って行ったことあんな。うん、行った、修学旅行で行ったね。修学旅行行ったね。まあ、この観光地は買収されないっていう。あ、じゃあ安定感があります。そうそうそう。うわー、出たいな。
でみんな総資産、まあ、総資産とマーブルがあるんですね。そうやってますけど、まあ両方まあお金ですよね。そうほぼね。お、やった給料が高い。給料高いの。お、これで徳島そう、2倍なんですよね。ほら最初ゲットリッチ。はい、で、このゲーム一応勝利条件だけ確認しとくと、はい、あの、お金が全部ゼロになる、破産ってなると負けちゃう。全員を破産、総資産も合わせて全てなくなるとだよね、うん、相手を破産にさせたら勝ち、うん、もで、もう一つが、一辺、この四角形の一辺を全部揃えたら勝利。なるほど。で、このいろいろ都市ありますけど、3つ目がこの都市のカラーを全部さ、揃える、カラーを揃える、一人で、あの、同じカラーを全部揃えると難しい。そう、その3つくらいか、3種類 の、 あの色を揃えると勝ち。なるほど。あと観光地、他みんな破産するかってことですね。そう、はい、あと観光地を全部独占すると勝ちっていうね、勝利条件いろいろあるんですけど。なるほど。はい。あ、なんだ、博覧会、博覧会やった、博覧会3倍になりますね。ちょっと調子いいんじゃないですか、ヒカキンさん。こういう運ってなかなか僕ないですけど。あ、カラー独占、カラー独占、セイキンさんがその赤の部分のカラーを独占したことによって通行料2倍です。そうです、はい、2倍です、2倍払ってください。今赤い右下のところにすぐやばいってことですね。いや、今まだすぐまあやばい。あ、ヒカキンさんどこだ。よっしゃ、で、ヒカキンのところに回ったんで、今のとこいいんじゃない。買収、あ、買収さんが、でも買収、お金は増えてる。なんかね、黄色増えてくイメージなんですよ。こっからっすよ。そう、黄色い家がね、はじめ社長黄色い家建ててくんですよ。ヒカキンが名古屋購入、赤もいいですね。名古屋の皆さん、お、名古屋の皆さん今はっ喜んでで、僕はね、静岡をね、絶対買収したいんですよ。はじめ社長の故郷をね、そうね、買収するんですよ。じゃあ僕も静岡狙おう。いや、僕静岡好きだったのは、はじめ社長はい、私です。あ、割引クーポン、さっき税金がね、そう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 、あの買ってたから買ってよかったね。買収、魔法のアイテムで購入、買収して購入、ウェイだ。いや、10ゲージインパクト。あ、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 はじめ社長のスーパーキャッスル、え、はじめ社長のところに止まったんで、これマーブルアイテムは売却するかどうにかしないと。マーブルアイテム、これはお金を払うことによってそのターン通行料が払われます。あ、ちょっと待って、マーブル全部勝ったんで。早すぎじゃない、ちょっと待って。はじめ社長が今ダントツで勝ってるという状態ですね。すげえ。静岡とか行ったからかな。ヒカキンさんもお金がやばい。大丈夫です、土地が、土地がいっぱいあります。今の土地ね、博覧会開催されてたんですよね。そう、あ、取れない。今も攻めてたからね、僕は。うん、11、 11、 お、いいとこじゃない、博覧会。そして博覧会で、次は通行料5倍になるんで、うわ、大阪の通行料えぐいっす。皆さん大阪来てね。いやー、これ止まったら終わるぐらい。いやー、でもなんかちょっとはちゃめちゃない、うん、これが大阪引いたらもう終わりってことっすよね、多分。そうそう、大阪カモン大阪。あの、僕は牢屋に入るの皆さん待ってるんですよ。まだまだいろいろあるんで、はじめ社長だけかな、もしかして牢屋入ったら。いや、ちょっとでもこれ結構やばいよな。うん、あ、どうした、なんか強いな、博覧会開催。これじゃあ要するに、あ、残念、開催する必要がありません。お金がないと何もできない。あ、やばい、税金、あ、あ、自動選択で、お金がないんで、これどこか売らなきゃいけないんですよね。あ、あ、上がります。うわ、高いところ売るか。あ、まあ自動でもできるけどね。あ、自動で、最近は終わってないよね。法隆寺を売りましたね、今。まさかのあんな国宝的なものを売ってしまいました。やばい。ん、あ、みんな来た、ルーレットルーレット、頼む、なんかこっち有利にさしてよ。サイコロの目を2倍、これ誰がやるか決められるんですけど。おっと、ちょっと、みんなみんなみんな1位の目を取って、はじめ社長、はじめ社長がサイコロの目2倍、頼む、誰か大阪とか泊まってくれ。どこどこ、そうすれば復活するんだが。おお、箱根、箱根、あ、これも買えないとこか。もうさあ、箱根買います。箱根、うん、やべえ、出そうだな。お、惜しい、うわ、こうだったら伝染病、これ都市に伝染させて通行料を下げることができるんですけど、はじめ社長が言ってどこを選ぶかってことなんですけど、ね、いや、なんか名古屋415万ですよね。本当だ、名古屋に下げる、俺じゃねえか。あ、同じカラーの、やば、おお、50、頼む、知りたくないっす。お、ゴロダブル、うっ、あ、うん、うわ、これは自動選択でどこを売るかってことなんですけど、名古屋売っちゃいました。名古屋の皆さん、生きてますか、生きてますか、バイバイす、ね、僕、あ、でも誰かが、自分のとこだ、あぶねー、怖いよ、もうみんなに買収されてる、うわ、あ、おー、おー、
ギリギリセーフ。155万まで持ち帰って、あと誰か大阪に泊まれば、私は大阪に泊まったらもうね、復活する。復活ですよ。にしても初めての断トツだぜ。自分の土地を増築でいきます。なんなんだこの左上のイケメンのお金持ち。いや、こんなん絶対モテるわ。なんなんワイルドだよお前。何言いたいな。やべえ。はじめ社長、さらにお金を稼ぐ。やべえ。あ、うまーって兄弟揃って貧民になった。おい、中買収します。なあ、これ沖縄もはじめ社長の那覇か都市になってしまう。やべえ、もうちょかなり際どいんだけど。お、博覧会開催。なんかやばいね、すべてがうまくやばいな。どうかしてるよ。これで大阪の博覧会が終わってしまうという、うん、そっか、うん、博多を。これ次何倍なんでしょうね。あ、ちなみに今奇数偶数っていうボタンを押すと、いやー、正義終わった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 。よし、来た。生きてる。1万円、1万円のボタン、1万円。やばいよ。私購入、あ、ランドマーク化しましたね。何もいや、ランドマークだ。あ、やった。いやー、ボタンを押すと、これでヒカキンにお金が入って、トリプル独占。あ、でこれね、今ね、トリプル独占って言って、セイキンさんが赤と水色の都市の部分を全部買ったんで、やばくね。次、セイキンさんが千葉を買ったら、もうその時点でセイキンさん勝利です。何、千葉狙っていきましょう。千葉、可愛い顔してる。千葉、はじめ社長、僕は全然勝負になってない。お金をいっぱい持ってても、こうやってね、頭脳を使えば勝てるっていう、それがゲットです。うまくお金を少なく使っていって、勝つと。リッチをゲットしろ。お、うん、いい。なんかついてんな。お、でも、エイリアン侵略使えるのか。よーし、じゃあ都市を破壊できます。悪い顔してる。じゃあ、じゃあ、やべ、時間がなくなってくる。広島、これ誰の都市だ。最近、あ、でも一つだけなんですよね、一番。あ、一個、そう、一個だけなんです。うわ、みんな運いいな。あ、うわ、さらに最近さんのトリプル独占ができる都市が増えました。もう博多、千葉、大阪を購入すれば、博多、千葉、大阪どこかを購入すれば勝ちという。よし、砂嵐通行料を加工させるってことで。加工させる。いや、ちょっと正義さんまずいな。あー、いいところだった。札幌で、札幌で味噌ラーメン、味噌、まあ、ラーメン。お、まだ生きてる。でも誰だこれ、意外と復活してきたんだよ正義さん。もうだってほぼさらに正義さんトリプル独占できるところが増える。なんか正義氏全部買い占めて勝ちそうだな。下手したら。いや、これ関さん今かなり有利ですよ。理由は分かった。よし、しかし赤い物件がないな。青と黄色ばっかりだな、建物が。ヤッホー、よっしゃ、名古屋ランドマーク。おお、ゲームセンター。よし、はじめ社長が見てろよ。ゲームセンター、音が黙って右だ。うれ、よっしゃ、おやったぜ。これ3回までできるからね。男が黙って右だ。あー、勝負。まあでもお金もらえたってことだよね。あ、もらえてない、もらえてないんですね。止めとけばよかったね。そう、ストップすればもらえるんだけど。それを知らなかった。静岡だ。お、静岡ランドマーク。やったやったやった。ちょっといいのか。静岡県民を思って、静岡県民正規に買収。これ多分上に叩かれるパターン。いや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 、正規さん1位。あー、なんかやだ。札幌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 ポロポロ。おーっと、またこの選択先売らなきゃいけない。札幌ポロポロ。ついに物件、ついに物件終了。物件ゼロゼロ。あ、関さん、これもしや、あー、ここ、待て待て、ここ、待て、買収できない。今買収してたら関さん勝ちだった。買収なんでできなかった。マーブル不足って言って現金不足。あー、現金が足りない。ほんと、関氏現金全然ないじゃん。そうなんだよ。あら、あ、自分のとこだった。はじめ社長、現金も資産もやばいよ。とてつもないな。ヤッホー、いくか。最近45万。お、ラッキー。さっきからずっと握って。果たして、あ、ゲームセンターに移動。見てろよ、さっきのリベンジになるか。お、やった、左だ。一瞬で終わった。一瞬で終わってるよ。あの、牢屋にはまだどなたも僕しか入らないんでしょうか。あの、待ってるんですけど僕。お、また独占。独占してるけど、マーブルがね。あ、そっか。ってことは、千葉か大阪がちょっと取った方がいいってことですよね。千葉か大阪。まあ、そうだね。それか、もう、あの、独占を崩すか。今ある独占を崩してしまえば。なるほど。軽く札幌、札幌で横浜、横浜。正金さんがまたお金をゲットで、お、これでマーブルまたあるじゃん。そう、買収、買収できる。あ、はじめ社長、横浜、東京とかああいうところを買っちゃえば、正金さんがラケ勝ちにくく。おー、わー、どうやー、じゃあ次、今見たなの、さりげなく。じゃあ、じゃじゃーん。この中にいるメンバーのモノマネ、3、2、1、
はい、マスオ TV。 俺か最近引っ越しました。はい、そうなんですよ。似てね似てなかったですよね。似てないよ、ね、誰やろうか迷ってたんですよ。あ、これで僕に強制投獄。え、もうさ、これやばいことになりますね。すでに入ってるよ。じゃあなんだろう、回します。はい、これみんなでになったらみんなで罰ゲーム。そういうこと。あ、それ超面白いじゃん。え、うわあ。じゃあまず誰。じゃあ、じゃんこちら一発ゲーム。はじめ社長。はい、はじめ社長。じゃあ、ヒカキンさんがテンションマックスになった時とかね、うん、ファイヤー。はい、じゃあヒカキンこちら。はい、キス顔披露。はい、関根さんこちら。この中にいるメンバーのモノマネ。モノマネ。じゃあ、3、2、1。めちゃめちゃクオリティの高いヒカキンでいきましょう。はい、ブンブンハロー YouTube。 おー、うまい。うまかった。進んでる。やばい、ゲームが進んでる。停電ですね。平均停電。どうなって、停電、どっか停電のこと。通行量をゼロにすることができます。ゼロ、なるほど。どこか人のやつをってこと。そもそもはじめ社長のもないから。あ、ないの。え、はじめ社長のどこかを。キャッスルおっしゃ。ということで、名古屋今停電中でございます。あ、でもシールドブロック使いましたね。おー、え、ダブルサイコカード持ってる。でも気づけば正規さん1位ですよ今。そうだよ。え、嘘。あ、嘘。ほんとだ。掃除さん、正規さん、すごい。お、博覧会を開きましょう。あと高くするか。これ何倍でしょうね。博覧会はこれ何倍ですか。あれでしょ、横浜とか東京だとやばい。お、東京ね、大変なことだぞ。なんと10倍です。10倍。わお、10倍。おー、ということで今、まさかの今分かりづらかったかもしれませんが、正規さんが千葉を購入したことによって勝った。トリプル独占。トリプル独占。え、これもうこれ購入とかしても無駄。もうなんと正規さん勝利。ありがとうございます。あれね、うまいことバレないようにずわずわちょっと勝ってって、はじめ社長ちょっと派手にやりすぎて、派手にやりすぎて、地味にコツコツいきましょう。頭使わないとこのゲームは。そうですよ、ヒカキンさんずっとこう下を。何もいいとこなかった。何もいいとこなかったね。はい、というわけで、ヒカキン、はじめ社長、正規マスオがお送りする LINE ゲットリッチでございました。この動画の概要欄にこの LINE ゲットリッチの、ダウンロードリンク載せておきますので、ぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよければグッドボタンをぜひお願いします。そしてこのヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録を済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンの LINE 公式アカウントも、概要欄に載せておきますので、よろしければ友達登録お待ちしております。バイバイバイ。